おはようございます。引っ越し生活2日目でございます。はい、昨日もちゃんとぐっすり眠れました。朝ごはん食べていきたいと思います。本当は昨日食べたかったんですけども、ごつ盛り天ぷらそばでございます。エビ天かす、そして朝バナナ、そしてヨーグルト食べていきたいと思います。とりあえずささっとね、旧家に戻りまして最終清掃して、うめえ。今日の昼ご飯は山岡屋、そうラスト行きたいと思います。あとは立ち合いが終わったら定期券をここの場所に切り替えしたいと思います。それを忘れずにね、もう一回セリア行って必要なものを買うのと、あとニトリもう一回行きたいと思います。本当は今日地下鉄で移動しようと思ったんですけども、自転車で行きたいと思います。水分補給しながら頑張っていきたいと思います。山だ、山登りだ。はい、というわけでですね、お引越し生活2日目、現在ですね、旧家に来ております。めっちゃ声が響きます。おいね、カメラ回っていいよ。よー、顔見しすげえな、 DJI すげえな。はい、というわけで約3年11ヶ月使っておりました。で、本日相棒は梅ソルティでございます。今現在何時でしょうか。時間が出てない、多分今9時半ぐらいですね。で、12時に担当員さんが来てお部屋チェックをして鍵を返して、このお部屋とセミナーです。はい、名残惜しさマックスでございます。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。質問コーナーで終わっていいのか。いやダメだろ、それは普通だろ。 YouTube の初めの回というのはコーラメンタスですよね。やりましょう。カメラ OK、 音声 OK、 役者 OK、 用意スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督だ。 Amazon でポチってしまいました。 NEE、 カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。ラーッ。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。 YouTube 生活始めてですね、10日経ちました。もうすごい忙しかったです。まず12月の27日第1回目の動画を公開しまして、もう空っぽです。あ、新聞紙ある。もう空っぽでございます。あ、まだ2つあるぞ。そしてキッチンでございます。これあるな。はい。そしてめっちゃ広い。この木の実落ちるのか？これ多分冷蔵庫だな。そしてこちら。はい、キッチン。キッチン。はい、そしてこちら。はい、洗濯機があった場所でございます。あ、そうだ。これ持ち帰らないと。そしてお風呂場でございます。お風呂場は結構掃除してるからいいかな。そしてこの壁紙よかったな、寂しいな。あ、これ持って帰らないと今日。まあ、このね、お掃除グッズがすごいんですけど、これをね、調べて買ってきました。これを2時間半かけて、綺麗に掃除していきたいと思います。この部分とか、あとこれ落ちるかな、ちょっとこのね、結露防止のために貼ったシール剥がれんのか。で、この辺はまあ結構綺麗になってるか。あ、あとこの辺もきちんと拭きたいですね。あー、もうこの辺ちょっと汚いから拭きたいのと、あとお風呂場についてはカビ汚れがあるので掃除していきたいなと思っております。とりあえずですね、スリッパを忘れてたんで裸足になりたいと思います。てか穴あるか。はい、というわけでですね、でこっちの爪なんか黒ずんでるんですけど、これ照明を回避するためにゴッてなって、あんま治らないんです。治るんだこれ。いや、多分とりあえずやっぱり強敵がさ、このシールだよね。これ剥がれるのかというね、頑張っていきたいと思います。はい、まずですね、掃き掃除、ホコリがあるものは集めていきたい。とりあえずこっち全部、久しぶりのほうきです。はい、こちら、お掃除ロボット、エサラン注意でございます。はい、ホコリ、ホコリいっぱいありますね。本日のメンバーでございます。結構揃いましたね。今回の装置で新しく仲間さんは、歌丸、キッチンハイター、ウルトラハード、シール剥がし、バブルーン、エアコンスプレーですね。それ以外は元から持っておりました。ちゃんと入れたいと思います。まずはね、時間がかかりそうなお風呂場からウルトラハード推奨バス用というわけで、こちらを使っていきたいと思います。はい、このシューという音聞いてください。
なんかめっちゃ効いてそう。オレンジの匂いがします。さあどこまで効果が、結構この辺とかカビてますけど、期待してしまいます。こんな感じです。汚っ。ヒップルワイパーなんですけど、マグネットです。こう外します。こんな感じで、こちらがマグネットとなっておりまして、こういうのをこれつけて、こうして、あとは、はい、これで混ぜました。そして途中でやってて外れて、またつけ直す恥ずかしさは恥ずかしさだね。めんどくささ解消します。ヒップルワイパーマグネットおすすめでございます。よいしょ。なんか黄色くなってるぞ。大丈夫か。ではちょっと流してきて。というわけで鏡、こちら水で磨くだけダイヤモンド鱗取りソフト、果たして効くのでしょうか。全くもって今回初めて使うものとなっております。こちらが研磨面となってまして、これをどうでしょう。ちょっとこの半分だけやってみますか。左側が研磨しました。はいはい、どうでしょうか。おー、確かにめっちゃ綺麗になってるね、これ。左が研磨したやつで、こっちが研磨してない。お、取れてる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 。じゃあ、この片側もやっていきたいと思います。こっちで、こうひたすら、細かい作業なんですけども、こうやってやることによって、剥がれていくというわけですね。はい、というわけでですね、今こちらのですね、シール剥がしというものを、ちょっと書きまして、横からこれ、取れるところは取れるし、取れないところは取れないっていう感じですね。綺麗に取れるかと思ったんだけど、こちらプラスチックスクレーパー、まあ、これも100均なんですけど、いやー取れねーなー。ここ歌マロにこちらトレーシングペーパーじゃなくて、このキッチンの使いですね、これをつけて10分ぐらい放置してたんですけども、お、いいね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 、よし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 、かなりスピードが上がりましたね。こっち側なんですけども、キッチンファイターで同じくやってみました。お、あ、キッチンハイターの方が早く落ちますね。あ、気持ちいいですねこれ。よし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 、こんな感じでつけます。ぴったりとくっつける感じで、同じようにここもジュージュー言ってる、ジュージュー言ってる。ここもあ、間違えた、うちも、こっち歌丸だ。まあいいや、歌丸どうや。こちらの粉をですね、今入れたばかりです。なんか増殖している、気持ち悪い。とにかくこれをさーっていう粉があるんですけども、これを入れるとモコ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 膨らんで、一発洗浄入れるだけバブルーン、口まで丸ごと脱ゴシゴシ洗い。というわけで、おお、どんどんと増えてきますね。こちら約30分間ですね、放置。溢れ出ない、大丈夫大丈夫大丈夫。どんどんと、でもこの泡の水位がね、上がってきてんだよね。大丈夫かなこれ。というわけで5分ぐらい経ちました。これでお掃除終了です。あと5分ぐらいできます。もう全然終わってないんですけどね、まあこんなもんでしょう。ささっと掃除して払うときは払います。定期券の区間の変更ってできますか。引っ越しして場所が、地下鉄のみですか。地下鉄のみで同じ日付で一度書き換えしてという形でよろしいですか。あ、大丈夫です。はい、ですね、カバンの中にですねお掃除グッズを入れたんですけども、キキュッと中にめっちゃ拭いてるのに、このキキュッとの成分が取れません。もう何だ、もう泡立ってるもん。全然取れません。どうすればいいんだろう。ダメだこれ、下まで染み込んでるわこれ。これ洗濯だわ、洗濯洗濯。金曜日で平日なんで、今日できること、重度変更。ベトベトのカバンでさ、とりあえず行くしかないね。そして洗濯機に入れるこの金具、この金具を帰ってきたらこいつを金具つけて洗濯機を稼働させよう。そしてこいつを洗うと。 OK、 よし急ぐぞ。はいどうも皆さんこんにちは、監督の山監督です。また雨に降られました。何なの、もう引っ越し初日から降られまくりなんですけども。でですね、引っ越しして2日目にしてですね、初めてキーボックス、違う、なんとかボックス、あれを開けました。で今回の面白いのが、タッチパネルでポチッと押したら自分の部屋番号がポンって出てくるんですよ。で出てきたら、そのボタンを押して自分の部屋番号を押して、パスワードを押したらガチャッと音が出て、その箱がガチャッて開くんですよ。あれいいっすね。なんか宝探しの見つけた感、あれ最高でした。で今回ですね、こちら来たんですけども、なんと案件動画です。ありがとうございます。でも見て、この撮影場所とかもう
こんなところで取れないじゃん。どうすんの、やばいよ。一応ね、10日以内には出しますって言ってるけども、やばいよ。マジで、早く片付けないと。で、住所変更してきたんですけども、あれ、マイナンバーカードも一緒にできたんだよ。持ってき忘れた。なのでまた後日。いやーもうなんかね、疲れた。いろいろ疲れたら引っ越し。スピーディーに行きたいんだよ。こういうね、この雨降るとかもうやめてほしい。風呂入ったのにさ、またもうべちゃべちゃじゃないかよ。ああ、やだ。早く編集システム作ろう。3時37分。ちょっとまず飯食べて、ナビのおしっこのこともちょっとね、早くやっとかないと。買ってきたもの紹介させていただきますね。まあ、そうそう、カバン、洗剤。そうだ、最悪先に、あれだ、洗濯機を回さないと。はい、こちらなんですけども、セリアでなんとね、このハンガー、うわーベタつく。セリアに売ってました。これ、全くニトリとほぼ変わらなくない？セリアでこれ買ってきました。あと、こちら。はい。これもニトリに売ってるやつが、セリアでですね、食器が滑らなくするやつ。これをシューズボックスに、全部貼りたいと思います。5本買ってきました。そして、こちら、このデスクにね、これ置きたいと思います。サイズ、多分合ってると思う。いや、なんかどんどん物増えてく、やだ。はい。食器ね、まあ、ニトリで買い揃えようかと思ったんですけども、やっぱコスパ考えるとね、しかもそんなに悪くないんだよね。というかで、100均の皿買っちゃいました。あと購入したのが、もうベタベタするやだ。うわぁ、もうスケジュールと泡立ってるこれ。やだ。早くこれ掃除しないと。ナビ対応。こちら。多分これ、水ついたら弱いと思うけども、絶対的にガードしたいところだとこの3つを貼って、とりあえず対策したいと思います。じゃないと、退去費用がやばい。洗濯機直して早くこれ洗おうか。頑張んないと。急ぐぞ。よし。はい、というわけでですね、ただいま4時6分でございます。昼ご飯ですね、購入したのがデミハンバーグ&牛カルビ焼き鳥弁当、税込み355円、安いと、バナナと寿司を沸かしました。まだウォーターサーバーに電源入ってないので、原始的にね、ガス使ってやりました。いただきます。なんか飯の時間がね、幸せです。味噌汁、青さです。あったまる。引っ越しだからかもしれないけど、時間過ぎるの早いな。引っ越しの立ち会いなんですけど、クロスとかは業者が拭いたらお金かからないけども、業者が直せない場合は料金がかかるというわけです。で、怪しい部分がですね、冷蔵庫の下とヨガマットの下、もしかしたらお金がかかるかもしれませんと言われました。白い言い方よな。まあ仕方ないよね。というわけで、ちょっと本当にね、今回の家はちょっとね、ちょっとああ、おしっこしてる、おしっこある、いつの間に、やばい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 、早くしろ、早く拭かないと、やばいやばい、早く綺麗にしたい。ちょっと待って、まだ他にあるのこれ。俺気づかなかったらもう終わるよ、その時点で。怖い怖い怖い。しかも部屋がさ、ドライしてきてないからさ、暗いんだよ。おむつ履かないと。これでガード、よし、とりあえずしばらくは大丈夫だろう。よし、行ってこい。はい、というわけでデミグラスハンバーグいただきます。うわ、うまそう、めっちゃうまそう。腹減りすぎてても何でもうまいと思う。あー、いいですねこれ、うまそう。いただきます。うまっ。うん、そして焼肉。本当は料理したいんですけど、もう体力がなくて、今日と昨日スマホ見ながらバタンって何回も落としました。そんくらい疲労してます。早く部屋を片付けたいと思います。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。というかですね、パソコン環境復活しました。まだ一つモニターはついてないんですけども、こんな感じでですね。はい。とりあえず仮なんですけども、ここにね、パソコンを置いて、こんな感じでございます。はい。ドア開けたらもうすぐパソコンルームというわけでですね、ここに前回の長机を置いて、で、備え付けのところにもう一個モニターがあります。で、ここに、パソコン本体があります。こんな感じでございます。結構こちら辺ごちゃってんですけども、ごらんなんですけども、ご飯タイムでございます。ちなみに今は21時半。100均で買ったご飯茶碗に東芝で炊いた美味しいご飯に、今回はこちらでございます。ガーリックペッパー、うまそう。337円がなんと税込みで308円でございます。ありがとうございます。そしてこのもやし畑、出ば、そうだ、油買わないとダメだ。油がないので、できるだけ今こちら調味料を入れてるんですけども、本当はね、ここに置くべきなんだけども、油でべちゃべちゃ飛ぶので、今回のこの生活に関しては隠す収納でやっていきたいなと思っております。このごま油でやっていきたいと思います。お料理動画もしやここにリアルタイムは初かな。油を入れます。まだですね、こちら、2カトラリーがね、全然ダメ。あ、やばい。めっちゃ飛んでる。購入。わー、これはうまいわ。ちょっと購入。全部入れます。焼肉最高でございます。できましたー。こちらでございまーす。照明がないからなんかそんなに美味しそうに見えないですけども。じゃあ、いただきたいと思います。おー、うん、うん、うん、あ、うまっ、うん。
今回この新居はもっとね自分で自炊をしていきたいと思います。例えばスパゲティのソースを作るとか、今まで市販の買ってたんですけども、その辺もねいろんなものを作って節約してお金も貯めたいと思います。うまい、最高、食は最高です。ナビ、そこ気に入ったの？そのプニプニ素材のキッチンまで気に入ったの？どこ見てる？遠い目をしてる？こんな感じ、ああ、下手くそ。こんな感じで貼ります。もうペッキンくっつく、汚いね、もったいないし。はい、続きまして、こちらバスボンくん、バスボンくんおすすめということで買ってみました。ゴシ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 できます。暑かったでもう寝ます。おやすみなさい。この絵すごいな、この絵すごいな。これサムネじゃない。